はい、どうも、イゾルです。で、この動画は、このモルタル埋めるやつの続きですね。前回の動画の続きになってますね。当たり前か。で、これはですね、半端に4体くらいかな、追加をこの後にしてます。で、これ、溝を埋めてるんですけど、基礎をですね、この水路に面した面の僕の家の基礎が、この家を買った当時、2020年7月末の時点で、まんべんなく、杉中かな、水中かな、雑草の中でもなかなか生命力が強い部類の、ごっつい雑草、ボーボー生えてて、雑草を抜かなければそれほどね、水入ってきてなかったんですよ。でも結局雑草を抜かないとセメントで固められないから、抜いたんですけど、抜いたら抜いたで勢いよく水が入ってくるようになっちゃって、仕方がねえなと思いながらやってるんですよね。で、セメントがですね、隙間に入る、これまた入るんですよ、マジで。だからこれたまったもんじゃねえなって感じで、もうなんか空洞ができてるんですよね。多分水が出たり入ったりしてるから、ひっきりなしに。だからこれ大丈夫かなっていう感じです。で、多分ですけど、空洞をセメントで埋めたんで水が入ることはないと思います。なんでそういうふうに思いたいですね、今後は。で、まず手始めの20キロ塗り終わったんだけど、いやー、困ったね。20キロで、ここからここまでだね。で、正直な話、もっとね、木を置くところは細くていいよ。ちょっとね、太くやりすぎたので、もう一本こんな感じの廃材を、何本もこうだーっと置いて、それなりに細い間隔でこうちゃーっと入れていったらいいのかなって感じです。なので、はい、じゃあちょっと。あと 5体ぐらいで足りると思うんだよな。1体でだいたい約2メートルなので、5体ぐらいだよね。もうちょい狭くなるから、あと5体ぐらい買ってきます。よし、はい、今日はよいしょー、11か、はい、11日です。4月11日ですね。で、今日はあそこまでです。で、またモルタルを3体追加して、それで今日は終わってます。いろいろやることも、逆にいろいろやることがあるんだけれども、それをどうやって整理するかっていうので、勝利ができなくてもやる気が失せました。ちょっとなんか体もまだだるいし。はい、なので、明日一日雨が持つようなので、明日一日でバーっとやっちゃいます。はい、明後日が雨なんで、それまでには、生コン、コンクリート乾いてるように、仕上げたいと思います。朝からぼちぼち仕上げたいと思います。はい、な感じです。で、追加した仲間たち。はい、来ましたね。まずこれが目の横に固定するカメラと、強烈なこれがですね、ヘッドライト。もう超3万ルーメンだったっけ。結構これ強いよ。あとはこやつ、コードレスグラインダーですね。よかった、コードレスグラインダー買っといて。無理、多分ね、コードごと落として、なんか家の電源ショートとか差しかねないぐらいの難易度だったね。やっぱりコードがあると邪魔だね。コードがある分、ちょっとパワーはっていう感じになっちゃうね。ちょっとね、パワーが足りないけど、まあまあいいんじゃない。まあまだまだこれから、そろそろね、暑くなってくるんで、節約の第一歩として、冷蔵庫と洗濯機、まあ、買わないとはね、な感じで、ぼちぼちやっていきます。多分7月までには余裕でできるような気がする。はい。気がしてるだけです。はい。じゃあまた。はい。まあ、今回の動画は結構退屈。まあ、これ以降、面白い動画は出ることないっすよ。まあ、でもね、これが、水が入ってくるのを防がないと、地盤が緩んでですね、使い石がどんどん隣の製材所の振動で沈んでいって、使い石が全部ね、またプラーンって浮いちゃうんですよ。だからそうすると床が落ちて、根段もいかれるっていうことになるんで、これはちょっと地道にやっていきます。こんな感じで頑張ってるよ。いい、バイバイ。